おはようございます。バコムの周作でございます。さあ今日はですね、夜に花座におきまして、東北吉本寄せ、吉本東北寄せ、どっちだろう。そんなイベントがあります。なんとそちらに、久々の登場です。ムーディー勝山さんが帰ってきます。いや、2ヶ月ぶりの登場ということで、なぜ2ヶ月間お休みだったんでしょうね。ちょっと僕は知りませんけども、久々にムーディーさんに会えるので楽しみでございます。そしてですよ、うちのすぐ近くにあります宮町通りという通り沿いにね、ある居酒屋さん、閉店の時にね、みんなで集まって飲みに行ったわけですけども、そこの店長をやっていた淳さん、以前ね、クラシック大好き YouTuber の松尾くんが遊びに来てくれた時も、一緒にね、石巻とか名取とか遊びに行ってくれた淳さんでございますけども、その淳さんがですね、ついに新しいお店をオープンすることになりました。てかもう11月1日にはオープンしてたんだね。というわけで、オープンのお祝いがてら、今夜、お友達を連れて飲みに行こうかなと思っております。今月度はね、ここに1000円入ってますんで、ここにお金を貼る必要もなければ、ここからお金を取る必要もございません。1000円でなんとか飲めるか。いや、飲めねえか。まあ最悪、ここからちょっと使っちまうか。お祝い事だしな。というわけで行ってきたいと思います。あれば、さあ東北寄せ終わりました。ムーディさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。そしてムーディさん、はい、お帰りなさいです。ありがとうございます。お待ちしておりました。いや、2ヶ月ぶりの花座ということでありがとうございました。ありがとうございます、はい、いやマジで今日思いましたけど、お客さんがムーディさん待ってました。やっぱり、いやいや、本当にありがたいことでね、もう満席になって、いやすごいっすよ。ありがたいです。お恥ずかしながらムーディさんがいないこの2ヶ月間、お客さんあんま入ってなかったっす。そんなことの数じゃないですか、ね、やっぱもう、はい、兄さんの力すごいなと思いまして、とんでもない。本当ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。また飲み連れてってください。えちょっと2ヶ月いろいろあってね、ちょっとあの金銭的にも余裕がないんですけど、余裕できた時にそのうち兄さんお願いします。お願いします。お願いします。さあ到着しました。仙台市青葉区宮町にあります703、はい、いつもお世話になっている淳さんのお店オープンしました。お花も届いてるね。入ってみようかな。よいしょ、よいしょ。おざす。石場くんもついてたね。あんだっけ、石場早かったね。はい、できる後輩なんで。淳さんお疲れ様です。もう撮ってるし撮りながら入ってきました。あ、お願いします。すみません、お忙しいところすみません。ちびちび飲んじゃう。あと俺さ、今日あのノンパス持ってきてるから、はい、これであのあまた端っこで作業してるから、あ、今ノンパスをいただけるのかと思って受け取っちゃいました。違う違う、作業やってるから、はい、一人で飲んでて。またかい。前もなんかそんなことあったな。やっと投稿終わりました。というわけで改めまして皆さんお疲れ様です。たくさんの方お集まりいただいて、はい、虹色ラブ来ました。そして献血王子、そしてチャッピーズ内海、どうもー、なんだ金島、金さんのお二人、そしてカードの人、どうもー、どうも JCB デビットにございます。出た、よかった、やっと終わりましたね。これからも心置きなく飲めますので、いや何よりも改めまして本当に淳さん新店舗おめでとうございます。前に集まった時同様、みんなで在庫食い尽くし帰りましょう。8時集合と言ったのに8時に来たのは彼だけで。本当だよ、もう5分前に来たからね。さすがの仕事の後輩ですよ、そしてね、いつもの通りというかいつも以上に1時間以上遅れてきて、申し訳ございませんでした。もう営業が長引きまして、申し訳ございません。営業が長引いたって腹立つな。申し訳ございません。なんだろう、今日俺らムーディーさんと一緒にやった仕事ちょっと巻いて終わったんだからね。こっちに押してました、押してました。こっちお詫びとして自分からのスタンガンをやります。いや、もういいです、いいです。カッ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 、スタンガン、スタンガン、あ、
ああ、ありがとうございます。やめてください。ああ、わかりました。身内的には面白いですけど、あ、はい、はい、使いづらいんで。ああ、わかりました。その分今日いっぱい飲んでください。ああ、ありがとうございます。いただきます。申し訳ございません。ありがとうございます。幸せです。何この絵何この絵それいいっすよ俺は何この絵じゃないっす美味しいですあーデリシャスですかっかっかっかコスタンガンコスタンガンちゃんと俺の編集点をちゃんと作ってくれてありがとうなんかピー使わすんだよかったあどうっす俺の美味しいやつ紹介するのせーの俺美味しいのはこのお茶漬けあやべ計算どうした俺が美味しいのはこのお茶漬けせーの初めてやることやっていい、はい、あの手でこうやるんじゃなくて、はい、スマホで殴るあ痛い痛いです痛いです痛いですあ iPhone10が痛い10がうん正直言うとさっき俺とオミ君で、うん、悩んでたんですこれはどうしようとネタ滑ったから悩む？そうですね前にその前にアイドルの公演がやあのステージが終わって、うん、せっかく前に来てたんですけど引き潮のようになんかみんなが帰ってたんでこれはやばいってことだった例えばその日頃からその出演してるアイドルたちの関係性があって、はい、あのいつもねラジオ一緒にやってるとかだったら、はい、その客席の際ね、ファンの方々もさ、はい、なんかおついでに虹色を応援するぜってなるかもしれないけど、そうですね、そうじゃないでしょ別に。だったら、はい、いや実はこの間メンバーの何々ちゃんと裏で喋ったんですけどねって言うと、はい、聞いてくる人いるから。そうですね、その何々ちゃんがやっぱその有名君らが何時間かけたネタよりも、はい、うん、たかだか数分彼女と喋ったっていう話をするだけでも、はい、聞いてくる人いるわけだから。それはもう需要と供給ですよ。ああ、うん、考えてネタを作らず、そういうやっぱ、考えたネタを見てくれる環境じゃないから。それはあの M1 とかの客席、はい、劇場の客席であって、アイドルの客席はアイドル見に来てるから。そうですね。我々を別に見に来たくないんだから。あむしろ邪魔なんだから。